ここですね。ここね、入場料がかかるんですよね。ね、こんな感じのとこ。ここまでだったらまだ大丈夫かな。はい、重要文化財彦部家住宅、中世武士館、彦部家屋敷。彦部家は第40代天武天皇の王子、高市親王7世紀を始祖とし、以来1300年、また中祖信雄33代が1560年中世京文化を携えて、来道以来440年を数える歴史の家です。彦部家屋敷は1992年平成4年、主屋長屋門、冬積み、文庫グラ、国葬の5棟と宅地2万600平方メートルが重要文化財彦部家住宅として指定を受けました。屋敷構えは、背後戦時の砦となる手臼山、残る三方を豪や土塁で固め、中世武士館の佇まいを残しています。南側は大手口、正面に長屋門を構え、両脇を玉石で覆った土塁が築かれています。東側は高く積み上げた土塁と、約4メートル下の水路がかつての堀の面影を残しています。東北隅には炉台、この西脇に絡めて口、裏門を設けています。ここから西へ深い空堀が直線上に続き、西北隅には竹ヶ丘八幡宮、稲荷神社、弁財天などを屋敷神として祀っています。また、庭園は手臼山の借景を自然に取り入れた竹林、果樹園、そして室町風、池泉回遊式庭園と続いております。視野は17世紀初頭の建築で、敷地のほぼ中央に立ち、南東に19世紀前半建築の冬積み、隠居屋、後方には幕末の建築である文庫蔵、国葬が並んで配置されています。このほか、織物業を営んでいた時の従業員宿舎、寄宿舎、大正期、医務所、昭和期などなどが時代の変遷を伝えています。なるほどね。こちらね、彦部家住宅。武家屋敷なんですけどね、養蚕もやってたんでしょうね。織物業っていうことですね。養蚕ではないですね。群馬絹井さん。国の重要文化財でもあります。彦部家住宅。彦部家の視野は江戸時代初期の民家として、関東地方でも最古級の建物です。この視野の北側は、江戸時代より、染め織工場として使用されていました。彦部家は明治から大正にかけて、のくぐり屋根工場や寄宿舎、医務所を建て、近代的な織物工場になりました。そういったね、説明があるわけですね。料金500円って書いた。これがね、先ほど説明にあったね、長屋門。その長屋門の裏にね、主屋があったりとか、ここに書かれている、染め織工場。そういった感じでね、あるんでしょうね。これより先はちょっと行けないんで。はい。
ちらが群馬絹遺産、国の重要文化財、彦部家住宅です。なかなかいい建物だね。皆さんは500円玉握りしめていかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。